今回のミスパねえねえねえ、そんな突っ込む、そんなにビビる、宣材写真よりでっかい。マイクね、マイク、マイクでございますよこれ。はい、マイクでございます。これが本物でございますので、はい。いや、でっかいやつ、どっちにしろ。バカにしすぎやろ。ごめんごめん、うん、ごめんごめん。ということで、まあ、はい、中間報告でございます、はい。ただいま前からね、ただいまから後半戦開始、そうですね、ということで、現在状況をちょっとお互い、まあまあ見てる人はね、もう分かってくれると思うんですが、はい、僕が、うん、まあ、なんとね、まあ、サラバン良さそうです。もう間違いなく今のところは偶数の上2つどっちかかなと思っております。モード以降も優秀で、そう、もういろいろ引き戻しもあったと、引き戻しもあったと、あの悪いところが本当ないんですよ。お、うん、もうじゃあ、まあ、例えばこれがねプライベートであれば間違いなく打ち続けるだろうな。そうですね。で今ね700いくつはまりまして、うん、もう天井間近なの で、うん、で B が確定してるんで、うん、まあ、とりあえずね天国以降までは頑張っていこうかなと、うん、ですね、まあ、実践時間も残り2時間ぐらいなんで、ね、うん、そうなんですよ、まあ、番長の場合特にあのそういうモードとかでやめ時を見計らいながら、うん、ちょっと難しいんですけどね、はい、うん、頑張っていきたいと思います。はい、はい、そして私がですね、うん、なんと積もりました。これね、これなんでこれ6をこれっていうんですか。え、めんどくさい、1、2、3、4、5、6、めんどくさいじゃないですかこんなん。いや、これ1、2、3、4、5、6。はぁ、いいでしょ。だったらもうこれでいいよ。いや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 、こんなわからんっしょ。いやいや、こっちもよっぽどわからんっす。つったらほんとなんかゲイカップルかと思ったもん。いや調子いいよ、つったらこうやってこうやっていけるでしょ。調子いいよ、つったらこうやって今日やるみたいなさ、いいっすよね。だからそう、めちゃめちゃいい、ね、なんとですね、木永さん連からも2回当たっております。いや、もう上はもう間違いないですね。間違いない、通常とおぼしきところから、うん、もうガンガン当たってるんですよ。謎的な、うん、で、初当たりが今5、6回ぐらい引いてるのかな。素晴らしいでございますね。全部200ゲーム以内です。いや、超楽しいんじゃないですか。いや、めちゃめちゃ楽しい。で、現在サマイがですね、うん、持ちコインが3000枚ぐらいで、うん、投資が200枚なんで、素晴らしい、今日はもう勝利は間違いないから。そうですね、僕がね、もしかしたら次がね天国飛ばなかったら、もしかしたらマイナスになってしまうかもしれないんですけど、うん、いい台は打ってるんで、うんうん、それはもう OK かなと思います。じゃあ、まあ後半はそのお店全体の状況を見ながら、うん、でさらにお互いはもういい台を掴んでるということで ね、やめ時を見計らいながら、うん、実戦頑張っていきたいと思います。はい、284枚。さあ後半戦、こうやってちょっとね時間を置いてしまうと本当に台が入れ替わったかのような挙動をすることがありますからね。次どのぐらいで当たるか、これが非常に重要です。今まで通り200はまらずに当たってくれればいいんですけどね、ここではまってしまうとちょっと後半戦は失速してしまうかもしれない。おー、黄色以上、ここもまた生かしたらでかいね。さあ後半戦一発目のヘルゾーン、だこういうのなんですよね。大事なのは流れが変わんなければ当てれる。ブルッと来い、ブルッと、ボタン来い、隣に来た。あー、ダメか。あー、おーしよしよしよし、
さあ頼むよ。来た来た、おいしょ、ダメや、もう後半戦ダメや。嘘やろ。いやー絶対当たったと思ったのに。一瞬何が起きたか分からんかったもんね今。まずいぞこれは。やっぱあれだね、好調な時に台を休ませてしまったらダメですね。もう実戦時間が2時間ないので、まあここでねマップ解除から3割から4割で天国に移行するんですけど、それがねできなかった場合がちょっときちんでね、マジきちんで、なるべく早く移行させて頂きラッシュぶっ込んでいいところでやめると。やべえなこれ、これやべえでございますよこれ。993ゲームでございます。997ゲームですね、確定でございました。奥の奥でございました。まあ、だプラスが600万ぐらいになっちゃったのかな。ここはねちょっと頑張っていただきラッシュいただきましょうか。うわ、なんだこれ。やばいね。どうこれ、いただきらしくる。あーチャンスか。おー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 ほう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 、あー頑張れリノ、頑張っちゃえ。やべえやべえかも、やべえかも、やべかもしんねえこれ。もうあれから500はいけてないですね。強ベル、そしてチャンス目を1回ずつ。ここマジ継続来ないかな。ああああ、なんや、うん、ありがとうございます。ああ初めだったか。やべえ大チャンスでございます。まあ3分の1チャンスってやつですね。まあそれでも、この時点でも、ストック自体も確定になりますね。やべえでございますよ。戻しさ、はてなはてなはてな。すごいすごい、おめでとう。
対策不足でしたね。頑張りましたけど、とりあえずナイス。オーケーオーケーオーケー。小球が読めないわ。小よ、まあ何でもいいや。30あ、50いった。もうもう十分でございます。残り94秒目、弱チェからでございます。では B モード B からですね、マップ解除してますので3割から4割で天国行こう。まあ静けのビリヤードのボール的にはちょっとね寒い、白白白だったんで寒い感じなんですけど、なるべく移行していただきたい。これが100ゲーム BB を消化した50ゲームですね。頑張って、そろそろ頑張って。おお、あっちあっち、あー、オッケー。 B のマップで当たりました。ベル、キッチマオ、青ってか青じゃないですけどね、赤なんですけどね。はい、あれからは何もいけてないですね。チャンスも出ないかな。あ、チャンスは出た。トータルで675枚、で残りが49ゲーム。はい、頑張ろう。お弁当箱、お弁当箱待ち、お弁当待ち。残りが4ゲーム。残り1ゲーム、行かせれず。はい、残念。おー、30ゲーム割ろせや、あんただの。また2位から天国には行かなかったと。きっちいぜこれ。100ゲーム1回も出なかったんじゃないのこれ。あ、後乗せ、後乗せ、サクサク。ああ、ボーナスだった。102ゲームボーナス。まあ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 、ボーナス出たから OKOKOK。ちょっとね、あのダブルスラッシュに行きたかった気はしますけど、当たっただけで OK。
赤7、123ゲーム。お滑り1回。チャンス。おお、チャンスチャンス。トータル1113枚。どうすることもできんよね。でしょ、チャンス2つあったんでね、天国の可能性あるんですけど、やべえなこれ。4分の1来ないかな。あー、アウト。1143枚。ここから引き戻しの天国を見ましょう。今はね、サマイスが一番上てっぺんだったんで良かったっす。ちょっとね、いろいろとあの各ゲーム完走したりとかダブルスラッシュ入ったりとかっていう中ではちょっと生かしきれなかったですけど、入っただけね、行っただけいいんすよ。100ゲーム行ったし、ダブルスラッシュ30ゲーム上乗せしたと思えばポジティブに行こうぜ。58ゲーム待ってん。厳しいね。とりあえず生き物しはなし、生き物しは5分の1。275ゲーム。これがあっち、ちょっとあっちいな。276ゲーム。おっあっ、これいいんじゃないの。そろそろ連絡解除したいでございますよ僕。ポン、ようやく281ゲームでチャンス目解除でございます。ということはあの B にいたので 55% から 70% で天国上がります。いやー、よかった、よかったっていうか、まあ、当たってくれてよかったですね。あう、赤7でした。はてなはてなはてなで197枚。そうだね、私のパワーコレクションは一台欲しいっす。まずもう天国行こう、マジお願いしますよ。
レイアク解除ですよ。ホットどころじゃなかったな後半戦も。まず当てることだった。モロさんどうするん。ちょっと待って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 怒ってる。無視してる今。無視してるぞこの人。待て待て待て。どうやって今873や873や。どうすんの。あと人生時間1時間もないじゃん。で、ね、聞こえね聞こえね。何何打つ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 の当たるまで打つの当たるまで打つの OKOKOK 良さそうなのまだ良さそうなの台が変わった。いや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 まあまあまあ6でも1000はまるからね。そういう台があるからそういうことじゃなくて変わった台が。いや勝てねえよ。一緒でしょ。帰ってきてこの台打ってたでしょずっと。ユニバの台ってこういうのありますよ。あのさある番組でよく言っとるけど一緒にやってる番組でね。ユニバのちょっとこういうのやめようよ。ユニバの台ってなんで午前中6の挙動するんでしょうね。いやいやいやちゃうじゃん。マジ午前中6からとかじゃないじゃん。午前中と午後で設定を変えれるんだよ、今の台は。いや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 、変えれねえから。行きでしょ、自分の行きでしょ、聞いてないのは。ユニバスよ。いや、だから。それだから、近くなっちゃうから、見てる人。え？変な感じになっちゃうから、まあ、当てるまで頑張るのね。うん、OK。ちょっときついね。ちょっとね、僕も B ループ今3回目だから。うわきついよ。まあこれかな。あ、まあ、これかな。やめるにやめれないじゃないですか。だからもう時間があえて300でやめますよ。さすがに頑張ってとりあえず当たるまで。8ゲームです。マジなんだよこれ。終わったら即やめじゃん。いやーもう何でもいいよ。もう何でもいい。ありがとうございます。1300ゲームハマりの大賞が N60。 後半戦最初で最後の AT 198枚。1300ハマってこれですか。はあ。一応ループストックないかどうかだけ見て、やめます。もう実戦終了の時間です。
後半戦はただはめただけでした。よし、やめよう。はい、というわけで実戦終了でございます。1147枚でした。136ゲーム発展でございます。きついね。お弁当箱で広角に上がってるのかもしれないのでちょっと回します。オッケー。ということで一旦、うん、もうあまり時間ないですけど、これを打つと結局 B なんで、 B 以上なんで、また300とか追わないといけなくなってくると。でそこで AT と入ったとしてもね、実践時間とかの兼ね合いありますんで、ちょっと僕はちょっとサラバはもう離れようかなと思います。ということで残り時間 A タイプ探したいと思います。モロゲンさんが言っておりました、花火には跳ねっかりがあると。ということで743ゲームハマってる台、残り実戦時間少ないですけど甘めのこいつでいっちゃいたいと思います。それではラスト跳ねっかえり、初代パネル跳ねっかえり狙い花火、モロゲンさん直伝でございます。これまああとほんとちょっとしか打てないので当たらない可能性も大いにありますけど、あのサラバンを打つよりはいいかなと思いまして移動してまいりました。レギュラーでもね1回でもいいんで当たっていただければ嬉しゅうございます。あいた遅れた。バオは赤、おっおっおっ、よし跳ね返り狙い成功、やったぜ。802ゲームやったね。とりあえずここで連チャンさせましょうか。モロゲンさんがね言ってたんですよ、あの初代パネルはね偏りがあるって、下がったら上がるんだと、帳尻が合うんだと言っておりましたよ。くしょー、おっ、マジでマジですか、マジかマジかい、まあ、ラスト1ゲームは 50% で波出ないんで、パンクパン君ですよ。しくしょー、ラスト、はい、ということで
実戦時間来ました。なので、出玉を流したいと思います。まあ、モノゲンさんのですね、この後、ホールに回りながら、状況を把握してエンディング迎えたいと思います。お疲れ様でした。ザス会社が2321枚。あざす。出玉状況。最後に店内の状況を見てまいりますか。あ、見ましょう。うん、はい、行こう。ここは窓巻き。はい、A タイプだったりとか、うん、5台6台構成みたいなくらいの台が多いのかな。4台とか、なんかこの辺は一機種に1台以上はって感じですね。まあ出玉的にはそんな感じですかね。ちょっと挙動は分からんですけどね、うん、ぶっちゃけこの辺そんな詳しく見れてないんですよ。そうなんですよ。テラフォーマーズがめちゃくちゃ、そうそう、グラウンドが悪くないですよね。で、これもちょっと負けてるんですけど、うん、テラフォーマーズ自体はベースは悪くなかったんですね。まあ出玉では何とも言えんですけど、この台もこれなんてめちゃめちゃ綺麗じゃないですか、うん、ですね、ダラ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 してるんで、うん、まあ全部が一番上とは限らないですけど、ベースは高めだったかもですね。まあ、これはもうメイン機種、絆とともはやっぱ強いですね。そうですね、意外にあの絆とかもドラマ結構出ちゃってるんですよね。ともはまだ稼働されてないとかもありますけど、出てるっちゃ出てるんで。あとやっぱそのお客さんが動いてないですね、うん、そうなんですよ。同じから結構打ってる、うん、なんですよね。まあそれでもこの辺満台ですね。絆は満台、うん、この時間でも満台。平均設定はやっぱ高そうですね。そうですね。いやー、まあ絆は間違いないっすな。もうみんな高設定を作業のように分回してますからね。あとやっぱ増大されているハーデスとマンジョは強いですね。いや、そうなんですよ。だからハーデスとか先ほども流されてる人とか多いっすけど、うん、出玉とか初当たりとか結構軽めだったんで、ハーデスは平均設定が本当高そうです。そうですね。まあまあ、まあなんかよう分からんすけど、いろんな機種が良さそうですね、うん、今日に関しては狙い方とか、バジリスク絆を見る限りは前日60何回とか70ついてる台が今日もついてる台が多かったんですよ。可動台とかじゃなくて、だから据え置き狙いの方が今日は絆に関しては良かったかもしれないですね。もともとこっちの方に関しては結構大事に使ってるんでしょうね、うん、そんな感じっぽいですね。結果発表。実戦終了。実戦終了でございます。お疲れ様です。マジ、ブラックジャックみたいになっとるやん。どうしたどうしたどうした。眼帯つけたわけじゃない。おいおいおい、ちょっとちょっと、あれジャックとかかっこいいやつじゃないから、うん、大丈夫、声拾わないかもしれないから今近づいてんだよ。大丈夫ということでね、終わりました。うん、終わりましたね。ねえ、でもそれにしても後半、ほっくろがデコなっとるやん。やったね、さっきやったからね。後半のオープニングでやったわ、うんうん、申し訳ない、はい、いやもういや、なんかね、散々な目じゃないですけど、後半戦ちょっとね失速しましたね。納得いかんわ、まあ、全然納得いかん。いやでもいい台だったでしょ。いや、いい台は、うん、ただもうあんなのもうガンジーでも怒るわ。ガンジーでもそれだなんて。そうっすか。なんですかあれ。いやいや、しゃあないでしょ。いい台でもハマりますから、ゴッド系は。いやいや、これちょっと皆さんね、うん、皆さんの意見ももちろん聞きたいですし、あなたの意見も聞きたいです。黒バラ軍団のリノとしてではなく、もう一人のスロッター小林君として答えてください。いいですよ、いいっすよ。もうあなたには今バックも何もありません。全て分かった分かったから、全て正直に話していいです。そういう立場だと思って、うん、僕のことを聞いてください。いいよ、話して。ユニバーサルの台はですね、
たまに、うん、回転から3時間ぐらい、うん、6の挙動をしてその後、うん、スコーンと下がる、うん、そんなことが多いと思いませんか。思わないです。思うでしょ。思わないです。そうなんですよ。いやだからちょちょちょ俺言ってねえからやめてもらっていいですか。いやあまりにも僕もたまにね。確かにね、そのご飯帰ってきてからのその後半戦、うん、まあ豹変しましたね台がね。ね、だからそのオープニングでもお話したようにあの、うん、後半戦しかもしかしたら見てない方もいらっしゃるかもしれないんで、本当に前半戦ちょっと見てください。もう挙動が全然違いますから。やばいっすね。まあ、だから物件さんがね打ってるからどういった挙動だったか分からんすけど、うん、多分っすよ、うん、あのデカプッシュを外したところがもうアウトっすよ。そうなんですよ、うん、もうあの後半戦の開始であのヘルゾーンのね、うん、あれを外してしまった。そうで、あ、後半戦ダメだとはもう察しました、うん、ただただ、まあ、挙動もね2000枚スコーンと飲まれて、で最後どうなったんですか。はい、というわけでちょっと結果は報告しましょうか、うん、僕はですね、うん、投資が200枚です、はいはい、で回収がですね、うん、1147枚で、プラス947枚と。まあでもまあ十分なプラスでございますよ。2000枚減ったんだよ。いやでもハマったからね。僕はもう今日はこの後グリーン車で大阪に向かう予定だったけど、いやいやだからやめた、まあ、僕と一緒に怒るつもりだったの。あ本当に、もうやめた、そんなにやめた、一緒に自由席で行こう。まあまあまあそうっすね、うん、それがいいと思います。じゃあ僕っすね。はい、お願いします。まあサラリーマン番長を最後まで打ちました、うん、まあ最後までっていうか、うん、最後の最後ぐらいまで打ちました、うん、ということで、まあ、投資が750枚回収が2321枚ということで、うん、およそ1600枚ぐらいですね、プラスというところで、うん、解消でしたが、ああ、まあ、最後がね、もう、まあ、納得いかんすよ。やっぱ B ループが3回しちゃったんでね、最後。最後レア役で解除しましたけど、ああ、やっぱ伸びないっていうのは、うん、まあ、初戦7割から55% とか、うん、70% から 50%、55% かとかなんで、うん、厳しいっちゃ厳しいんですけど、まあ、俺の引きが悪かったのか、うん、台の設定が悪かったのかわかんないけど、ね、4かなっていうのが246で4に当たった可能性の方が高いのかなって言っときますわ。4予想設定4かな、はい、僕も4だな、うん、まあ、その全体的に結構その出玉感がね、うん、そうなんですよ、本当にメイン機種しかり、うん、その入れ替えの機種しかり、うん、本当にね一番上っていうのは分からんけど、うん、出玉が伴ってて結構甘く使ってる印象がすごい受けたので。ありましたね、確かに、うん、やっぱり自分たちが朝からその狙っていく観点として、うん、寝台入れ替えの機種だったりとか、まあもう間違いなくバジリスク傷だとかなんて、うん、まあやっぱり据え置きで狙われてる人がちょっと多かったので、そういった感じでね狙われると、まあ、ね、うん、ちょっと中間以上とか一番上とかも触れる可能性も高いかなと。なるほど、うん、そのデータで見て感じました、はい、なるほど、はい、じゃあまあこの安田大和店さんの攻略のポイントとしては、はい、まあその寝台は増大、うん、この辺りの機種を狙いつつ、うん、まあ絆なんかの ね、定番機種にも、うん、入ってるんじゃないか、うん、散りばめられてるんじゃないかと、そういうことですね、いうような感じですかね、うん、でまあデータを元に立ち回る場合は、うん、据え置きもあり、据え置きもありかなと。まあ手前よりは意外に本当に中ら辺とかも全然良さそうだったんで、あ、ね、うん、まあ据え置き狙いみたいな感じのがやっぱりもしかしたらいいのかもしれないですね、うん、メイン機種に関しては、まあ、僕はたまたま角でしたけど、うん、あの他の機種に関しては別に角を、うん、そこまでというわけではなかったですからね、うん、ですね、うん、だからまあ場所云々というよりはまあデータをしっかり見つつ立ち回っていただければ、うん、っていう感じですね、おそらくいい結果が出るんじゃないかと思います、うん、さあ、というわけで、はい、今回のするときはね、まあ、お互いプラスと、ここですね、いや、良かったですね、結果になりましたんで、ね、まあまあ結果としては悪くないなと思います、うん、またちょっとね2人でするときやることがあれば、いや本当にね、うん、これからも、もうモロゲンリノノでいいんじゃないですかとか、やめとけやめとけ怒られるぞボーダーラインがあるから、ああそうですね、ボーダーラインと被っちゃうから、そうですね、まあスロットスロットもね今日はあの立ち回ってみて一緒に、うんね、楽しかったっすか、やっぱパチスロうまいなと思いました、うん、本当にマジっすか、うん、いやありがたいです、ねえ、まあ、その黒バラ軍団のリノを見れたことはね、うん、ちょっと僕は誇らしく思いますから、めっちゃ、めっちゃなんでそんなそんな目にあげる、何も出さんよ俺、ボーダーラインでもそういうねなんかこうピシッとしたところボーダーラインでもっていうな、見せていただければと思いますので、もちろんピシッと見せますよ、はい、よろしくお願いします、はい、さあ、というわけで今回のストロドキはこのような結果になりました、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう、はい、さよなら、バイバイ。収録告知、次回の収録は9月16日モロゲンさんと私セイジが安田相模原店さんを攻略します。
安田ホームページでも番組情報やスケジュールを確認することができるので、ぜひご覧ください。二郎くんも応援に行きません。次もまた見てくれよな。フリーマガジンジャンバリ漢方版、皆さん見ていただいてますか？ジャンバリ .tv 全面協力のもと、プレイヤーが知って得する情報が載っています。ぜひお近くのホールでゲットしてくださいね。ね、たくさん。黒バラの漫画も、送るぜ。